はい、皆さんこんにちは。郷原信夫の横浜から日本の権力を切るの時間がやってまいりました。さあ、郷原さん、落選運動を始めたということなんですけども、はい、その後の展開はどうなってますでしょうか。出馬意思は撤回をして、小此木、山中両候補の落選運動を展開するということを、はい、8月の5日、記者会見で明らかにしました、うん。そして8月の8日に市長選が告示され、まあ、なんといってもですね、今回の落選運動の目玉というのがこれですね。ああ、郷原さんの出された新聞ですね。そうです、はい、新聞風のチラシですね、うん、はいはい。まあ、結構あのネットでも話題になってますね、すでにね、はい。まあ、この中に、はい、まあ、私がそのこれまでブログとかツイッターなどで、うん、言ってきたことが、はい、まあ、ほぼ集約されてるんですね。なるほど、網羅されてる、で、まあ、両方、まあ、小此木氏については、うん、前から言ってるように横浜氏はもう20年以上にもわたって、菅支配のもとにあったと、うん、その菅支配の横浜氏を市民の手に取り戻そうっていうのが私の、うん、まあ、今回の横浜市長選に向けての、まあ、目指すところだったわけですね。で、この小此木さんの方は、菅首相がこれ全面支援をするということをわざわざですね、現職の首相がそれを明らかにして、そうですね、あのタウンニュースではなんか2人の写真が載って、うん、もうこの人しかいないということを、小此木さんしかいないってことを菅さんが断言してるわけですよ。そうですね、まあ、推薦状がね、いろんなところにあの直筆のやつが、これはちょっと異例ですね、うん、首相がその一市長選挙で一人の候補をここまで応援するというのは異常 で、ね、まあ、まさにこれで小此木氏の当選を許してしまったら、うん、もう横浜市における菅市長は支配はますます盤石なものになって完成してしまうと、うん、もう市民の手からますます遠いものになってしまうということで、その菅支配というのはどういうことなのかということを、まあ、この中にも書いてます、まあ、結局横浜市役所が丸ごとこう人事などを通して菅氏に支配されてきた構図ということです。でもう一つがその山中氏の側の話なんですけども、はい、まず一つですね、ここで書いてるのがですね、そもそもこの山中氏をもうほとんど一人で強引にですね推薦に持ち込んだのは江田健二さんという立憲民主党の会長、はい、代行なんですね、はい、代表代行なんですね、はい。この江田健二さんという人が、最近、まあ、菅首相を、描いた映画パンケーキを毒味する、ね、この中に、何回も出てくるんですね、はい。で、菅首相と昔からいかにその親しい関係にあったのかということを、うん、まあ、かなりアピールしているわけです。その中でそもそもあの2000年頃江田さんが初めて選挙に出た時に全面的に支援してきた、支援してくれたのが菅さんだったと、うん、資金も全部出してくれた、お、はいはいはい、ということを、うん、もうはっきり言ってるわけです、まあ、ご自身でね、それは言ってますね、まあ、まあ、もちろんその映画全体は、菅氏に対して、菅首相に対して、まあ、批判的なトーンの映画なんですけども、はい、まあ、その中にはいろんな人が登場して、うん、で少なくとも江田さんはそういう菅さんともともと深い関係だったということを明言しているわけです。で普通ですね、その初めて政治家になろうとして出た選挙を全部お世話になり、資金も全部面倒見てくれた人に、そんなあの正面からその対立対決するようなことできますか、うん、やはりそう考えると、少なくとも江田さんとかその江田さんに担がれた山中さんなどは、うん、まあ、仮に当選して市長になったとしても菅さんと正面から戦うとか、うん、対決するなどということは絶対できないだろうな、なるほど、
ということで、まあ、そういうですね、うん、あの構図が書かれてるわけです。なるほど。江田さんは決して、菅さんとそんなに、遠い間からではありませんよと、うん、いうことがこの中に示されてるわけですね。まあ、そしてこれですね、この山中さんのこのパワハラ問題、はいはい、まあ、ここにパワハラ怒号現場だというようなことが書かれています。うん、まあ、要するに 山中さんについてはもうかなりそのひどいパワハラをしてたということが、うん、もうまあ多くの人からの証言でですね、なるほど、私の方も把握してます、うん、本当にちょっとこれはひどいというような話がたくさんあります。うん、ただパワハラというのは被害者が、うん、もし自分がパワハラの被害を申告しているということが分かったら、その加害者の側からどんな報告を受けるかもしれない、ものすごく恐れるわけです、うん、ですから、まあ、あの私のところも合原総合コンプライアンス法律事務所ってコンプライアンスを専門にしてますから、うん、そのパワハラの調査というのを随分やってきました。はい、本当にその気をつけないといけないんですね、うん、あの被害者加害者の関係があるから、うんうんうん、ということで本当にあのひどいパワハラの話はいっぱいその話を聞いてるんですが、この人がこういうパワハラに、山中さんのパワハラにあったという具体的な話はなかなかできない、うん、具体的に言えば言うほど あいつが言ってるんだっていうふうに分かっちゃうじゃないですか。うんうん、それで、まあ、今回そのあるパワハラの被害者から音声を入手することができたんで、お、はいはい、そこ、まあ、ちょっと前振り的に書かれてるわけですよ、うんうんうん、パワハラの音声を私は聞いたんだということを、そのパワハラの音声についてはブログでね、はいはい、YouTube で公開し、うん、それをブログで引用するという形で公開しました。まあ、これもですね、そのどういう立場のどういう人がどういう被害を受けたのかということを具体的に詳しく述べれば述べるほど被害者が特定される可能性が高くなるので、はい、まあ、被害者が特定されない部分だけを切り取って、うん、まあ、しかしちょっとこれはひどいでしょうというね、うん、内容の発言を公開したんですが、まあ、これをね、皆さんどのように、受け止められたか、うん、まあ、その人はどういう立場で、うん、そのどういう経緯でそういうパワーハラスメントを受けることになるんでしょうか。それを具体的に説明すると、うん、バレ、そう、分かってされてしまうということ。ですからそこを具体的に特定しないで、うん、その音声 の、うん、あの一部だけを公開したんです。なんか郷原さんのブログによると、何かこうとても飲めない要求、そうです、すごいきつい要求を、ですから、やはりちょっとある程度私が説明をしないと、解説をしないと分かりにくいと思ったので、うん、これブログを読んでください。はい、そもそもこの話はその他の、まあ、多くの事例のように、単なるこう横浜市内の教授であった、うん、研究課長学長補佐であった山中氏とその下の人との、うん、若い研究者とか大学院生などとの、間の、まあ、そういう関係だったら指導とか教育の対象で、はいはいはい、まあ、そこでちょっと、厳しい言葉で指導したとかいうようなことよくあります。そういう関係じゃないんです。なるほど。そういうような指導の一環としてやったことではない、うん、そうじゃなくてもう明らかに不当なことを、うん、不当なことを言って相手はそれはできることできないことでありますと言って断ってるわけですよ。うんうんうん、それに対してまあネチ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 いろんなことを言って、そこで言ってることがちょっとこれはひどいだろうという内容のことを話してるわけですね。うんうん、まあもう自分はもう最後の手段に出るよとか、うん、君が分かんないところでと、そんなことを言われたらどんな気持ちになります。うん、これだけの力を持った人ですよ。うんうん、もう横浜市内の権力者ですよ。そうですね。ということは少なくとも分かってもらえる、うん、内容だと思います。うん、なるほどね。まあ、そのパワハラの話はね、すでにもうフラッシュでも報じられている。そうです。で、まあ、郷原さんがブログで書き、今回、はい、まあ、その音声データが初めて公開されたということなんですけれども、はい、それに対して例えばその立憲民主党とかの反応とかはどうなんでしょうか。そこなんですよ。全く何にもないんですね。ほとんどこう無視をして、うん、まあ、ほっかむりをしてそのまま通り過ぎようとしているのかなという感じです。うんうん、まあ、このね、
こう体裁なんかいかにも、はい、あの有感紙で、有感紙ですね、はい、なんか これが、まあ、センセーショナルなんで、うんうん、なんかこういうような形、こういうような景色がどうなのかとかいうような人もいたようですけども、うんうん、これ私がいくらブログで書いても、うん、ブログをその辺で配ろうとしても、はい、おそらく誰も読んでくれないですね、はい、それはこういうこう、こういう多くの人に、こういうことを知ってもらいたい、なるほど、理解してもらいたいという時に、うん、やっぱり見せ方っていうのがあるじゃないですか、なるほど、はい、少しでも多くの人に興味を持ってもらえる、見せ方として、うん、まあ、あえてこういう形のチラシを、うん、作ったわけです、うん、でこの中に書いてあることは、うん、もちろんその根拠に基づいて書いてあります、はい、ただちょっとこう見かけがね、はい、あのセンセーショナルな、はいはい、有感紙風になっているということで興味を持ってもらいやすくしたっていうだけなんですよ、うん、それはどういうふうな使い方を想定されているんですか。これはあの、はい、ホームページでもう フリーペーパーというか、うんうん、全くの無料で公開してます、はい、はあはあ、ですからこれは私があくまで私個人の落選運動、はい、小此木市山中市に対する落選運動の一環として自分で作って、うん、自分の費用で作って、はいはい、でそれをホームページにアップしたものです、はい、でそれは自由にダウンロードして印刷してもらっていいですと、はいはい、でそういうその私の落選運動の趣旨に賛同した個人の人がそれをまあ他の人に、はい、これ何かそうやって配ったりするのも全然構いません、自由なんです、ね、全く自由です、はい、ですからこれはあくまで落選運動の一環ですから自由です、うん、ただあの注意していただきたいのは、それを、他の候補を当選させようという目的で、うん、はいはい、小此木さんこうですよ、山岡さんこうですよ、だから何々さんに投票しましょう、はいはい、何々さんを当選させましょうというような活動の一環としてこういうのを使うと、はい、これはその選挙運動のビラというふうに扱われると、はいはい、なるほど、これはあの違法の疑いが出てきますから、そういう選挙運動に使うことは注意していただきたいと、うん、ということと、それとまあこれはその政治活動っていうのが どういうものがね政治活動で、うん、団体としての政治活動っていうのがどういうものなのかっていうのはなかなかこれ微妙なんですが、はい、まあ、少なくとも私が単独で私個人がこうやってその落選運動に関するこういうコンテンツをね、うん、ホームページに載っけるこれはもう完全に個人のものです。でただこれを例えば団体でね、どっかの団体がこれを使って落選運動をやろうということで、多くの人が集まって団体として何かやると、これは選挙運動期間中は、団体としての政治活動をやってはいけないという禁止に触れますから、規制があるわけですね、そこは気をつけてもらいたいんです、はいはい、あくまで個人としての、うんうん、活動でやっていただきたい、ね、この2つを気をつけてもらえば、はい、これをどんどん活用してもらうこと何も問題ありません、うん、これはそういう意味では私としては本当に候補者個人がどうなのかということとかね、この人は本当に、市長にふさわしい人ですかということとか、うん、そういうこう有権者の人に知ってもらうべきと思っていることを書いてるわけです。なるほど。でそういうことはなかなかこれまでその選挙の中で十分に有権者に明らかにされてなかったと思うんですね、うんうんうん、日本の場合は選挙の公職選挙の候補者が選ばれていくプロセスがすごい不透明だし、うん、何かもう政党の中の、まあ、権力関係みたいなもので有力者がバーンとこいつだって言って決めてしまうということが多かった、うん、なるほど。だから結局その選ばれた候補者のうちで誰にするのかということしか有権者決められないわけですよ、うんうん、ですからこの人のことについて、その根拠に基づいてこの人はこういう問題があるよと、うん、こういう面で、市長にふさわしくないよということが言えるんだったら少しでも多くの人に知ってもらってこの人はまずい、うん、そういう情報を有権者に与えること、うん、これも私は民主主義のプロセスとして、なるほどね、うん、選挙に関して非常に重要なことだということ で、うん、まあ、今回は本格的な、うん、落選運動としてこういうものをね、うん、使ったわけです。はい、まあ、日本では、ね、まだ落選運動というのはなかなかね、馴染みがないと思いますけれども、はい、まあ、今回小原さんがそれに、まあ、挑戦されているということで、はい、有権者の皆様にはですね、やっぱりこうそれぞれ の、 そのご判断はもうご自身で、
ただ、まあ、情報はですねいろいろなところからね仕入れて、まあ、その上でご自身が判断して誰に投票するかということ、そして何度も申し上げますけれども投票には必ず行ってください。貴重な一票です、はい、また次回。